都市対抗初戦完封スズの大エース、そして注目のバッター陣、都市対抗スペシャルスバル公式野球部潜入第2弾、まずはエース阿部投手のキャッチボールから。記録持ってるんですよ、ピッチャー。都市対抗記録何の記録？7者連続三振。7者？そうそう、連続記録持ってる。3も。阿部投手がエースたるゆえん、それは制球力。コントロールに注目してご覧ください。あ、綺麗。いつもこういう中東から遠投にかけて何意識されてますか？はい、なるべくボールが上に行かない、そのまま回転スピンかけて伸びるように。回転数多そうです。そうですね、その7者連続取った時は、はい、結構多かったですね。わー、はい、抜群の制球力を持つ阿部投手、一番大事な練習はキャッチボールと語っていました。キャッチボールでいいフォームで投げれないと、もちろんピッチングとか試合になっても安定したフォームで投げれないので、はい、フォームとかいろいろ確認してやってます。そんなエース阿部投手のブルペンご覧ください。続いてスバルが誇る右のエース手塚柊投手。
かくないですか。あ、そうっすね。試合で楽したいんで。あ、ブルペンはそういう感じですね。僕は出力っていうよりは、はい、試合で使うボールを一球一球いいと思って、はい、さらに快速サイドハンドの倉田投手。倉田投手のマックスは144キロとのことですが、それ以上に感じる勢い。なんかイメージはシュート回転するのあんまりネガティブには持ってなくて、伸びながらシュートするというか、それで結構左バッターはフライとかファールにそのいいボールはなりますし、スライダー回転っぽくなっちゃうとちょっと垂れるというか、結構アバウトに考えてます、まっすぐに関しては。最後はエイジェックからの補強選手、川北翔太投手。都市対抗北関東予選では日立製作所と対戦、延長11回タイブレークの末サヨナラ勝ち。そんな執念の粘りを見せたバッターたちをご紹介。1人目は吉安選手。体は非常に大きいですが、実は安打製造機。大学4年の秋には3割5分7厘、安打数はリーグ1位を記録。もうなんか、おい、今のスイング、ずらされながらもうまく対応している。このあたりが率を残せる秘訣でしょう。しかし吉安選手、スバルに入りさらなるレベルアップを図っているそうで、ミートでライナーでこう抜いていく方が自分は得意だったんで、まあ、率残す方がいいのかなとか思ってたんですけど、役割的にはやっぱり長打を打つ役割になって、まあ、ここに来て山田さんとか林コーチとかすごい長打のバッターがいたんで、いろいろ教えてもらったりして、まあ、今ちょっとずつなんですけど、まあ、飛ぶようになっていったかなという感じです。ボールに合わせるっていうよりかしっかり振り切るように、今まではまあ当てに行って綺麗な打球を出そうとか思ったんですけど、まあ、少々詰まってもいいやぐらいで今は振り切ってます。はい、まっすぐ。続いて吉安選手が崇拝していたのがこの飛距離ナンバーワンの山田選手。まっすぐ、はい、まっすぐ、おー、いっぱい、おー、いっぱい、うまい、よっしゃー、すごい、あ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 ー、
山田選手には社会人投手が多用する小さい変化球への対応策を聞いてみました。やっぱツーシームカットボール結構多いと思うんですけど、はい、合わせないようにして、はい、まあ、カットボールだったらこう巻き込んで1、2塁間にゴロで全然いいですし、ツーシームもこう合わせないでこうピッチャーの足元ぐらいに打っていくっていう、まあ、ゴロでも全然いいんで、はい、打球速を出すっていうのは意識してます。最後は都市対抗初戦で2安打を放った藤原選手、臨機応変なバッティングが長所です。危ない。ナイス。ナイス。発生変化でします。おお。おい。スバル、次戦は三菱自動車岡崎とセガサミーの勝者と対戦予定です。